現在上空から被害状況を確認しています。このヘリコプターは時速約250キロで整備検索や島に乗船した機動隊員の名、潜水班の名が避難者の方に現在に向かって動くかというところです。災害、火山活動だけじゃなくていろんな災害におきましては常日頃から の防災訓練というのは非常に重要でありますので、訓練というのは非常に、大事ですので、皆様方もできるだけそういった防災訓練、に参加していただければというふうに思っております。